はい、ブンクラです。今回もやっていきたいと思います。よいしょ。今回はですね、ちょっと違ったことやりますよ。ここにトンネルがあるんですけど、ここをドンガシャン、ポーションを作るところを作ってみました。で、まずですね、そのポーションを作るためのものを作っていきたいと思います。丸石を3つ置いてブレイズロッドを置くと、ドンドン、醸造台っていうのができます。これを使ってやっていきたいと思います。まずガラスを使って、ガラスをこういう風に3つこう置いてやったらガラス瓶ができます。このガラス瓶をちょっと作ってやりますね。よいしょ、ドン。でガラス瓶ができたら、この大釜だったりこの無限水流を使って水を汲んでいきます。でこの醸造台にセットしてやると。でこんな感じでセットしてやったら、よいしょ、ネザーウォート、これはネザーで取れるやつですね。これを入れてやると、この水入り瓶が変化します。ドン、奇妙なポーションっていうのになります。これにさらにこういったものを足していくっていう感じですね。これ一応こうなんかたくさんあるぜみたいな雰囲気あるけど、まだ全然揃ってないです、中は。よいしょ。じゃあ続けて作っていきます。これにきらめくスイカ入れてやります。ちょっと時間かかります。だいたい1個落ちるのに20秒ぐらいかかるんじゃないかなと思います。だいたいここに入れるものによって何になるかっていうのが変わってきます。今回は治癒のポーションっていうのを作ってみました。でさらにここにレッドストーンなりグローストーンダストなりを置いてやることによって強化されます。ドン、これで即時回復2っていうのになりました。でさらにこれは今この瓶の状態だったら自分で飲むように作れるんですけど、これ相手にぶつけたいので火薬を入れてやります。よし、できた。こんな形になったら、スプラッシュポーションって言って、相手に投げることができるポーションになります。こういったね、いろんな効果を得ることができるものを作ることができます。ちょっとね、他にも作りたいものがあるので作ってですね、ちょっとお出かけしたいなと思います。ちょっと牛さんに牛乳をもらっていこう。牛乳をください。よし。それと、まあ、この中にお肉があるのでお肉を持っていきましょう。よいしょ。あ、間違えてこの中入れちゃった。うるさいな、うるさいな。ここはちょっとかわいそうですが、いつも作らせてもらう、よいしょ、お肉の自動の製造施設ですね。よいしょ。さあ、じゃあちょっとやっていこうかな。あ、そうだ、図書館見ますか。図書館引いちゃいましたよね。どうでしょう。まあまあ図書館っぽくなってきたんじゃないですか、ちょっとずつ。どうだろう、どうだろうね。図書館っぽく見えたら嬉しいな。よし。でね、このカーペットの下とかにね、グローストーンダストっていう明かりを入れてあります。こんな感じで中にグローストーンダストを入れて、こういう風にカーペットで隠してあります。なのでちょっと明るい状態が保ててますね。よし、じゃあこのポーションを今回は使いに行きますよ。よいしょ。さあ今回もやってきました。よいしょ。このスプラッシュポーションの使い道としてはですね、自分一人しかこのワールドにいないのに、この治癒のポーションを投げてどうするんだと思われると思うんですが、よいしょ、まあ、簡単に使用方法はですね、スケルトンとかゾンビはこの回復に弱いんですよね。もう死んでるやつだからかな。なのでこれを投げてやると、こうやって一気に殺すことができます。なので、まあこのトラップとかでたくさんスケルトンを貯めておいて、
一気に殺すことができるという、そういったものになってます。まあだからこういうトラップにはすごく便利なものだと言えるんじゃないでしょうか。よし、じゃあちょっとやっていきましょうか。よし、今回はですね、海底神殿を見つけたいと思います。よいしょ、海底神殿見つかればいいね。だいたいね、海の中にあるんです。だいたいっていうか海の中にあるんですけど、見たらすぐわかるような形にはなっています。うわすごい、こんな砂だらけのとこ初めて見た。めちゃくちゃ砂あるじゃん。砂漠かな。これ海底神殿見つけたいのに、なんかちょっと変なとこ、そこにピラミッドが見えるじゃないか。ついでに行ってしまおう。やめて。いやまあ海底神殿も、海底神殿も行くんだけども、ちょっと寄り道ですよ。寄り道、ね、ピラミッド攻略しときたいじゃないですか。いやすごいな、ちょっといつ見てもこの不気味な感じがいいね。よし、じゃあちょっと行きますよ。さあ、ついでにダイヤもらっちゃいましょうか。よいしょ。さあさあさあ、見ていきましょうか。ほい、いらない。はい、お、金インゴットは嬉しいかな。よっ、おー、なんか大したもんない。大したもんないけど、ありがとう、大事に使わせてもらいます。よいしょ。ちなみにこの真ん中にある感圧板を踏むと、この下にある TNT が爆発するような、そんな罠があるところです。お、あったあった。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あそこに海の中に微妙にうっすら影があるのがわかるでしょうか。あれが海底神殿ですね。あーよかった、近くにちっちゃい島もある。よし、ちょっとここに一回降りよう。お、牛さんもいるね。よし、じゃあちょっとあれを攻略したいと思うんですが、時間的にどうだろう。それでは今回は神殿を見つけるのにすごく時間がかかったため、次回海底神殿の攻略をしてみたいと思います。じゃあちょっとここに拠点を立ててですね、準備したいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。